あ、呼吸あるね。生きてるわ。よかった、まだ人殺しじゃない。はい、ザ・ちゃんと続きをやっていきましょう。なんかソニーの元に行くんだったっけな。ソニーはこっちにいると思うんだけど。あいつ死なないよな、大丈夫だよな。自分が人殺し、ったんだ。お、いた。そうだ。自分が人殺しになることが怖い。ソニー、ここにいたんだね。儀式を巻き戻さなきゃいけない。ああ、全員呼んで儀式をやり直すと。巻き戻すってどういう意味だ。あの儀式はプリズムが新たな強力なものを具現化できるっていう証拠なんだ。うわ、怖え。うわ、怖。あれにはそれぞれ力が宿ってる。そしてこの道の奥にはクリスタルで満ちた鉱脈も。まさかそれがいいことだなんて思ってる。巻き戻すか島を離れるかだよ。この島は特別なのかな。そういう不思議な力が集まってるところなのかもね。僕はここを離れない。奴らは誰も傷つけることはできない。さまよいたい奴らを僕が自由にしてやる。おやや、み話だってしたんだ。何を聞いた？何を話したの？真実だ。おい。タイラーに言った。君がここに負のエネルギーを持ってくると。こいつが一番ヤバそうだな、なんか。ただすぐ死にそうだ。もう死ぬだろ。確かめるんだ。これが僕の秘密。計画してたんだ。ソニー。何何何？計画してた。ソニーがお買い逃げた。様子がおかしかった。彼のプリズムがいる。うん。でも怪我してるキムを一人にはできない。お前は残ってろ。大丈夫。キムを頼むね。ソニーを連れ戻す。うん、気をつけて。懐中電灯。おーおーおー、あざす。特殊な形やな。L 字型の懐中電灯って俺初めて見たわ。懐中電灯どうやって使うの？勝手に使うのかな。分からん。なんかプリズムが必要って言ってたから、なんか結局のところプリズムさえあればいいのかな。こいつら人はお構いなしなのかな。さあ、そっち崖崩れ起こしてるな。わ、すげえ。こっちだ。じゃあ、あ、着くね。自動で点灯する。これ電池とかあんのかな。なさそうだな。ないといいけどね。あるやつ怖いよね。大変だよ。怖え、やばいじゃん。ガチホラーになってきてるよ。こっち何かある？ああ。回復アイテム欲しいね、やっぱり。で、どっちだろう。鉱脈へ行かないと。鉱脈。マインズね。こっちには行けないみたい。ああ、マインズ。行けねえぞ。橋が崩落してる。ジオドームね。びっくりした。コンドームに見えた。ここにいるかな。あそこだ。あ、いるねいるね。回ってるな、あいつも。どうやって向こうへ行った。うん、この建物でしょ。なんかある。読もうかな。マートパパへ、ディッキーが私が結婚することを伝えるために書いてるの。彼は認めてないのは知ってるけど、彼は私自身と宇宙についてたくさんのことを教えてくれてる。いつか2人も来て、彼はどれほど神秘的で気高くて優しいのかを見てもらえるといいな。これ誰の言ってるんだ。小さい頃は故郷の教会で結婚するのを夢見てた。ドレスも花も何もかも選んでおいた。ジョーンズ牧師がやったことでは本当にどう言われても構わないけど、そうはならなかった。でも少し違ってたにしても、ここでの結婚式は思い描いたものに劣らないほど美しいものだったことを知っておられたよ。二人とトミーとアニーがここにいたら本当に完璧だったんだろうね。トミーとアニーはパパと思ったら誰だ。あ、まだあるな。ディッキー、ディッキーと話し合ったんだけど、もう私はスピリチュアルグループに乗り気じゃない。おう、来年の夏に家に帰る話もしたけど、パパは触らないって約束してくれたからね。愛してる私の代わりにトミーとアニーを抱きしめて会えなくて寂しいですよ。トミーとアニーって子供かな。で、ベティはいないね、ここには。今は粛清されたか、ちゃんと逃げ切れたかって感じかな。
あ、あった、ミミクローラー。ここ映写機あるな、見よう。なんか見てないのなかったっけ。これ見てなくね。こいつお父さんかな。こういう感じの顔写真なかった、あいつの家に。教祖の。マインドイーター、浄化キャンドル。あー、キムをぶっ飛ばしたやつか。じゃあもう一個今手に入れたものを見てみましょう。ミミクローラー、なんだ。昨夜またお前がよ。新しい種類の闇の生物に遭遇した。地面を這う人型の獣。人型だ。私はミミクローラーと名付けた。闇の生物か。ミミクローラーの頭皮に覆われた顔が開くと美しい花が現れる。どこが美しいね。ミミクローラーに他の受粉手段はあるのだろうか。性交渉じゃない。彼らの本能や欲求とは関係なく生殖活動を行うことが分かった。やっぱりそうか。 OK ということでしたね。ミミクローラーから出てくるってことだよな。おっと、私だよキム、助けて。今オレンジプリズムを手に入れたから、キムから奪い取ったから入れるっちゅうわけね。え、南京錠、これは無理だね。ハート型だ。 L でオレンジ、これだ。オレンジ撃退、敵を弾き返す。 OK、 これを使いましょうっちゅうことね。なんか全てがオレンジだな。ここは出るか。キムの声が聞こえるだけ。なんで私が罪を抱えないといけないの。せなのに、なんでジェスが平気でいるのよ。ジェス、私のことだ、これはキムの闇か。どこだ。え、どこ、か、これまでに来たところに繋がったのかな。あれ、あ、あー、そうだ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 、来た道だ。あ、こういう感じで繋がるんだ。んで、なんかあるぞ。こっから来たのか。ほんで、これ入れないよな。違うね、このプリズム持ってないわ。あー、面白いね。こうやっていろいろプリズムをゲットしていって、行ける場所が広がるんだ。何、聖地かな。炎の鞭、闇の卒で。なんだそれ。読む。炎の鞭に火をつけ、具現化した負の化身に向けて攻撃しよう。聖なる炎が奴らを追い払い、宇宙におけるプリズムの美に精神を集中させることができる。わからん。トゲのある枝を集め、麻紐で縛る。トゲのある植物を使うんだ、炎の鞭は。炎の鞭、使いたいな。L じゃなくて、L2 か。L1 じゃなくて。降りて。おい、お前に食らう？いっぱいいる。やば、逃げよう。お前らプリズムの外来れる？来れないね。これ逃げでよかったんかな。ジェスは助けてくれなかった。あ、ここにもあるよ。ちょっと多いね。これ生姜かな。
あれ待って、これプリズムの中か？今プリズムの中か。友達だと思ってた。あいつら中に入れないってことか。なに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 、いた。あー来た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 。私の人生を台無しだ。え？ぶっ飛ばすぞだな。あ、やべ、パニックになった。どうしよう。パニックの時瞑想できないんだよね。じゃあ向こう行くしかないよな。くんな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 。最悪じゃん、踏んだり蹴ったりじゃん。どうしよう、どうすればいい。攻撃できないんだよ。あ、これ積んでない。こっからさらに奥に行けばいいか。いけない。なんか方法ある？ここ行けたりする？行けるやないか。何だと？いる？いる？いる？お前ら入ってこれんのかよ。ふざけんなよ。こっち行け。入ってきたわけじゃないんだろ。やべ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 、待って、ダメだダメだ、こうやったら倒せないよね。おっしゃー、鍵だ。オッケー、ハートね。これで南京錠が開けられて、でついでにあれも1個ゲットしたな。でここもうプリズムのあの闇が解除されたから入ってきちゃうよなあいつら。ここの中から行った方が安全かな。この中にいるかな、まだいないね。戻ってそうだ。一応アイテムは全部回収したのかな。いない。あれでもどうやって戻んの。おるやん普通に。あれ精神攻撃を巧みに使ってくんな。どこだろう。あ、こっちか。てるやん。ああ、そうやって戻ってくんだ。とりあえずまたまだ来る。もう来ないね。本当にやばいやつらだ。パパとママが私ばかり可愛がってたから。おお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 お。怖いなぁ。無視人まだ来るやん。めっちゃ来る。お前はいいよ。入りゃ来ないだろ。とりあえず瞑想。来た。やめてよ。ここは大丈夫か。来てない？来てないね。オッケー。まああれ聖児で倒せるだろう。あれ子供が書いたのかな。くたばれベティ。あー、ベティとリッキーか。くたばれ嫌いだ。うわ、おそろになってるやん。会いたい。ジョ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 、情緒不安定すぎる。
服もこんなことか。あ、ちょっとムービーというかフィルム見たいな。これ何？ラベンダーか。あー、ああいう感じで。ちょ、来てる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 。ちょ、音を聞かないと。瞑想。そして。誰のために戦ってるの？あ、ラベンダー持ってた、そういえば。で、あ、一発でパニック？ちょ、響いて。入ってきたところ狙う。お前さ、ワープしてくんのかよ。倒したね。倒した。これきついぞ、めちゃくちゃやば。もう一個ゲットした。オッケー。なんか散ってるな、まだ。上から来たのかな。そんなことないな。ワープお化けだったね。ちなみになんかあったな、ここ。 OK、 読まん。じゃあフィルム見てみよう。あれ、1個だけだっけ。2個ぐらいゲットしたと思ったけど。必要な規律。なぜここにいるのか不思議に思っている。君たち一人一人がそれぞれの波動をもとに選ばれた特別な存在なの。だが子供たち。え、来てない。来てる。あいつ無敵？無理か。じゃあちょっとそこに置いたまま先に進ませていただく。反対側からロック。最悪や。どこにいる？来たね。あれ、じゃあどうすんの？消火ゲット。え、どっから行くの？あ、そもそもあれ集まってる？あ、これでいけるんだ。3つだと思うやん。こういうことか。オッケー。こう乗り越えたらもうボスじゃない？このシンボルはアンジーのような。あー、なるほど。シンボルどこにある？だからそこに行けばいいのか。あ、ここあれだ。あいつアンジーなんだ。はい、あ、これだ。もう安心だ。ここ来たってことは。オッケー、よかったよかった。アンジーちょっと強すぎるわ。あいつ倒せないと思っていいんだね。あ、ここにもある。これ何？キノコ。お、死んでる。ここ入れないか。これ緑だな。これ赤だ。あれ？あ、びっくりした。懐中電灯切れたかと思った。怖い怖い。来てない？ここ大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫だ。めちゃくちゃ大丈夫だ。どっか行った。
あー、あいつ回ってくるんだ、こうやって。そこにアイテムあったんだけど、取れないかな。こっちへ行ったはず。無理っぽいな。まあ、いいや、ソニーを追いかけよう。これがトゲのある枝ね。炎作れる？作れるね。炎強いな。きっと強い。こう見ると多分こっちだよな。こっち行ってみよう。これ何？木？木か。穴の開いた石にも見えるけど、こっちなんだ。あれ、もしかしてこっちが鉱脈だった？こっち鉱脈だったっぽいな。まあ、鉱脈だわ、多分。ロックされてる。ロックされてたらアンジーから逃げられないな、あの感じ。何？プリズムクリスタル。おー。プリズムクリスタルとは、プリズムを許可するのかな。うん、塩ってどうすんのこれ。あ、これでアップグレードできるのか。ああ、なるほど。精神はアップグレードした方がいいね、絶対。マジ精神大事。このゲームは精神が非常に大事です。こんなもんか。もうない。なんもないもん。遺体あったんだ、ここ。よし、じゃあ行こう。よかった、よかった。こっちではなかった。あ、鉱脈入ったね。敵に追いかけられてんだけど。あ、ここ通ればもう大丈夫だろう。追ってこれまい。これ何？生姜かなんかかな。生姜だった。生姜っぽい色だったもんね。さあ、暗くなったよ。あ暗ゾーンもう終わりかよ。あー、いるか。音がするぞ。こえー、なー、いた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 。なんかいる、なんかいる、なんかいる。大丈夫？お前ソニーか？逃げんな、逃げんな。辛いんだったら話聞くぞ。何があったんだよ。言ってみろ。いや、お前はそんな早いち。ショートしたな。顔面ぐちゃぐちゃになってたじゃん。血だらけ。止めても無駄だ。あ、もういなくなった。君が妹を止められなかったようにな。妹の話知ってんの？君は一人ぼっちだ。怯えてる。妹は自殺かなんかな。闇の中で。あ、突き落とした。ジョーカーみたいな、こいつ。クリスタルと薬、微妙だが、使えるだろう。微妙？クリスタルと薬。薬も使うのか、こいつ。すぐそこにいるんだよね。電源、入れますか。電気の流れを変える。まあ、明かりがついただけでも。懐中電灯がない。水没したのかな。くれー。開く。ラベンダー、ラベンダーが大事ね。
精神ダメージがちょっときついから。いない？なんか。ヒューズだ。うおおおお前なんだ。お前なんだ。クロー。いい、カエル？それ。ヒューズないのかな？ここ。ないね。言って、オン。オッケー。そっち行っちゃう？行っちゃおうか。見づらい。いる。何かがいる。何？カエルかまた。ヒューズ。これでいけるはず。いるな。あ、いるいるいる。めちゃカエル。使ってみよう。使えない。足りない。次どこ？暗くて分かんないな。道が分かんない。こっちか。ここだ。エッセンシャルオイル。へえ。無知。カエルについてちょっと見てみようか。グロリー島に生息するスリナムヒキガエルの変異種、プリズム鉱礁周辺で見つかった、なんだこれ、闇虫に寄生されている。あ、プリズムエネルギーに触れるとこの寄生虫は突然変異を起こし、宿主のヒキガエルを膨張させて多くの臓器、特に舌を異なる形状に変えてしまう。おお、でかっ。ヒキガエルかよ。ドローレツアンブリッジじゃないかい。着いた。戦うか。でかいぞこれ。キモ。きしょ。チャージ攻撃だろ。お前避けてくんなよ。攻撃範囲狭いのこれ。オッケー。さあ来いよ。精神攻撃もできる。キモいな。あ、いった。ちょっとこいつ体力多すぎ。よし倒した。体力多いぞお前。キモーい。めっちゃ食らった最後に。最悪。最後っぺめっちゃだ。強いのをやられた。さあヒューズ。アップグレードできたよな。え、どうしよう。ラベンダー。あ、これ以外ないのかというか。OK。こんなもん？こんなもんね。こっちにあったよな、道が。いけないか。またヒューズをどっかで使うんだろう。上か。ここがこだ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 。これソニーがぶっ壊してたやつかな。ぽいね。ぽいわ。こっちから入ってきたんだろ。じゃあこっちだ。まだいるのかな。ソニーは何を探してんだろう。薬とか言ってたな。怖い。なんかその点テントライトがあるの怖いな。非常にコアですね。
何もこん、うん、すごい景色。すごいね。ここなんだ。あ、いた。何してんのお前。早っ。ほっといてくれ。なんか取った？なんか取ることに成功した？あ、懐中電灯を取られてたんだ。どうやって中に入る？知らんよ、そんな。で、あいつ緑のプリズム、オレンジのプリズム持ってないから。これ緑じゃん。俺も入れねえわ。プリズム持ってないと入れないんだよな。だからあいつもね、好き勝手いけるってわけではないんだね。あ、映写機、あ、置いてきちゃった。フィルムミスったね。ご報告いたします。ご報告いたします。残念ながら攻撃の状況が悪化していることをお伝えしなければなりません。労働者たちはかなりの興奮状態になります。下級仮想階級での乱闘は珍しいことではありませんが、これは正常と考えられる範囲を超えています。すごいな。先週だけで口論になり3人殺傷死亡、さらに様々な事故により6人が死亡しました。このままでは労働力不足で年間生産量が 15% も減少する可能性があります。 15% 減少したらやばいね。年間事態を把握するため全力を心がけていますが、今のところ組合の扇動やサボタージュの証拠は見つかっておりません。ほう、クラレンス氏は最近見つかったグリスさんの攻撃と関係があるのではないかとおっしゃっていますが、私は信じておりません。これは労働者階級のモラルの低さと先天的な規律の欠如によるものというのが私の考えであります。強行手段を取るのが最善策であります。そのためキャンプから未婚の女性を追放しアルコールを取ってきました。これは大昔ここでクリスタルを掘ってたりとかしたのかな。攻撃、これって1970年代のあの宗教の集会よりも前の話なんじゃないかな。ご存知の通り前回の文章で私は武装警備の増員を申してました。早急に検討していただくようお願いいたします。武装した屈強な者が20人いれば労働者は元の配置に戻り、低下した生産性を回復する。 GS 検定ブリオリ東工業マネージャー。ちょっと時系列が分かんないな。それともああいう事件、ああいう宗教の会合が、いやそんなことないよな。きっとフィルム置いてきちゃったよね。置いてきちゃった。もういっか。もしかしてこっちからすぐ行けたりする？そりゃそうね。何？電力がいる。あー、電力を使うて開けると。どこに繋がるのかな。え？今の何の音？え？馬？牛？え？こんなやつ。フフ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 。今のいい避けだったな。どこっこ。オッケー、避けて。そこ開く？ちゃんと開く？開く。あ、いた。何してんだよお前。奥から離れろ。ソニー、クセやめて。あいつ来てる？あいつ来てないなら安心だ。死体多いね。ここで労働者が働いてたのか、休憩を取ってたりしたのかな。なんか年代的にはそんなに古そうではないな。いやでも古いか。せっかく逃げんなよ。くそ、他の道を探さないと。どこ、どっから、どっから来たんじゃお前は。行ける？行ける。こいつと攻撃をかいくぐりながらいろいろ拾わないとね。結構楽しいぞ。フィルムだ。ストライダー。
RPG の職業みたいな。ぶなお前殺す気か。これってアンジーだけだよな、この紋章。そうだよね、アンジーだけに効く紋章だよな、あれは。いけるね、ここ。ソニー、血が出てる、やめて。ん？ここにいるの？みんな行かれたんだよな。チャクラが汚れていた。だからだ。僕もチャクラ。聞いたんじゃない？ここだ、そうだ、そんな気がする、絶対にここだ、間違いない。ここにいる？いた。何してんのお前、隠し部屋ある？チェス、どうしてここに？やっばいなお前。ソニー、お願い、助けが必要だよ。放っておくな。もうなんかこいつらもう女もおかしいよ。君は取り憑かれてる、操られてるんだ。俺が取り憑かれてんの本当に。めちゃくちゃ言うやんお前。キングオブ暴言かよお前。向こうか。ここ行ける？ここから来たんだ。次こっちか。あ、いた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 。お願いだから。足遅いな。待って、待っててくれたんだ。共有なんてしないぞ。僕のだ。大きなチャンスなんだ。僕のものだ。あー、もうこいつと戦いそうだな。いろいろ作っとくか。オッケー。政治スティックはもういらんな。下行きやがった。僕についてくるな。止める。早く来い、早く早く。しようと。おい、じゃあ。ちょめ。来るね。なんかコングみたいな。上だ。上？ああ、そこね。ここから登れるんじゃない？登れないんじゃねえ。ふざけんなよ。来てる？来てないじゃん。死んだ。ダメだよ。エッセンシャルオイルと。ぬんだっけ。早く来い、早く早く。昇降機を待ってる間に来るのか。あ、向こう戻れない。とりあえずこいつから攻撃を抜け続けるんだ。もっと上がれば上だ。上に行くのかエッセンシャルオイル。ちょっとこれは起こちゃうよ。来たよ、やっと。危ない、もう一周しよう。めっちゃ来てる。お前ら最高。よし、ずいぶん余裕ね。あ、わけわからんやついた。秘書くんがいたわ。上に行ったの、下に行ったの。ソニーは一体どこへ行ったの。こいつかな、さっき言ったのは。え、これ何これ。
キモ。ラッチャー腐食性の粘液。へえ。なんか上の絵はちょっとゴキブリっぽいな。うわキモい。うわキモい。鳥肌がすごいことになった今。回復したいな。プリズムクリスタルよう手に入るな。マクレーラーと私はクリスタルが人々の精神に影響を与えているという意見で一致してる。私たちはクリスタルは他の多くの奇妙な現象と関連していると考えている。空想的な話は他に合理的な説明が思いつかない。よし。よし。じゃあ行ってみようか。回復しとこうか。いろいろとやばそうだ。もうボスだよ。これはボスだよ。誰にも渡さない。いつも分け与えてきたが、今回は違う。絶対に近いぞ。ああ、とても幸せだ。ソニーとはどうやって戦うんだろう。よし。と、ヨモギって初めて手に入れたな。入れた。ああ、ソニーとは戦わないのか。食われたぞ、あいつ。イエロープリズムね。アパタイト。へえ。入った。カニ。なのこれ。先にプリズム入ってなかった？いるいる。こいつか。え？処理がおかしかったぞ今。あ、イエローのプリズムアビリティ何？結晶か。これは強いぞ。きっと強い。マクレーラーは局地的な崩落で閉じ込められた。メンテナンスが手抜きで私たちが苦情を言っても余計に強いという。さよなら。迅速に軽い爆発を起こせば彼を救出できたのだが、ダイナマイトはあったが何者かによってヒューズが全て物資から盗まれていた。あー怖いね。一番上に行ったら誰もヒューズを渡してはくれず、ただ私は飲ましばかりだ。そしてマクレーラーは死んだ。絶対に誰か起こしてる。あーやばいね。労働者階級がなんかちょっと一揆みたいなの起こしてるのかな。反抗してたんだ。ビッグ。あー何かの導火線みたいだ。うん、導火線だ。爆発させるんだ。じゃあダイナマイトの話がずっと出てきてるからね、そういうことだな。つまりはそういうことだよ。ここもうプリズムの中だ。今の何？ あいつかキモいのって巣みたいなとこある。あんまりもたもたしてると精神すり減らされるから、ちゃっちゃか通ろう。あー雷管ダイマナイトだ。何こっついっぱいいるね。戻っていいのかな。あ、戻ってさっきのところだ。あいつがきっとあの虫くんだ。だいぶ使っちゃったな精神魂。こっち戻って、で、ここじゃない？きっと。組み合わせるんだろう。んで、これを。あれ？違う。違った。火が必要なのかな。あ、ここか。あ、穴があるわ。逃げろ。下がれ。壁割れた瞬間にチャクラが燃えてるとか言うな。おもろいやろ。
約束、あいつらとの。どうすりゃいいのよ。また道が塞がれた。別の道があるはず。またダイナマイト、ウィッチスティック。はあ、なんかいろいろ要素あるな。回復、精神の回復が一番大事だな。そうだったのか、精神だったのか、このゲームは。ゴキブリオが来そうだな。ゴキブリオの巣がいっぱいあるもんな。もういいでしょ。もう疲れちゃったよ。回復アイテムはいっぱい落ちてんだけど。え？落ちる？どれぐらいの深さかもわかんないよ。全然海じゃねえよ。先にこいつらやるから どうしよう。こいつやろう。よし、あいつを倒したりすれば全員死ぬんだな。ザコ、あれはプリズムを張ってる植物みたいな感じで、結局のところあの生物はプリズムの中じゃないと、プリズムって言っていいのかどうか分かんないけど、その中じゃないと生きられないから、あいつを倒しちゃえばいいってことだ。 OK、 なんとなくゲームのやり方が分かってきたぞ。こいつだ、さっきソニーを捕まえ連れ去ったのは。レッチャーの巣の女王であるストライダー。ストライダーか、ストライダーって言ってたな。 RPG の職業みたいって言ってたもんな、自分で。なんか作れる？塩作ってもな、塩は作れないのか。ウィッチスティック、あ、これは魂を奪うだから最後の手段として残しておくべきだな。最高。そうだ、それよりもこういうとこには大概ストーンがあるはずなんだけど、あるでございますか。アイテムはいろんなところにある。ないね。行っちゃおう。さあ来たか、ボスだ。これはボスだ。不実棒。構えられてるやん、まあ、雲みたいなやつかな。もう一度だけチャンスを。なんか動いてる。ソニー、帯同してる。何があったの？チャンス、後ろに、後ろにストライダー。絶望の表情。戦うか。どんなもんよ。あ、攻撃範囲広い。あ、この闇の紋章のところは精神が回復するんだよ。ソニーだ。
トニーが。トニーが現実逃避をしている。わかりやすく現実逃避をしてる。やばいやばい。弱くないですか。何？何すんの？あーそういうこと。あいつ何してんの。行こう行こう。攻撃が入んない。こいつら倒すしかないんだ。倒したな。リッチクラフト出してる。強いぞ。非常に強だぞ。これでお前だ。父さんが怖いのか？お前、ソニー。こっちだ。生姜嬉しいね。なんか設置型のやつがあったな。使ってみるか。あ、倒した。倒してない。あ、またそのフェーズに入ったな。本当に。あ、無駄に撃っちゃった。クラフトできねえんだよ。長いな。ずっと全然倒れないんだこいつ。あ、ソニー装備してるこいつ。大元を狙うぞ。これで武器が作れる。リッチクラフト作りたいけどできないね。じゃあ炎の鞭作れない。あれ、さっき朝日もゲットしなかった。 あれかトゲのある植物が足りてないのか。オイル、セージ、あった。ああ倒した。もう結構ぬるぬるしてるこいつ。ソニー、え、倒したの？倒れてるとこまだ見てないよ。ありがとう。 すまない自分の痛みのことばかり。なんか病気みたいになってる。水暴走だな。え？ハリネズミ。
ソニー、もう苦しくないよね。受け入れるの早っ。リトリートに戻る。うわ、この道戻んの。インベントリー空きなし。インベントリー空きなし。いろいろ作んないとダメか。これ何？火炎オイル？そんなんもあったの？よ、マーギープリズムクリスタル、これどこに繋がる？イエローを手に入れたからいろんなところまた行けんじゃないのかな。うん、さっきの労働者が、はしごをする労働者が住んでたところに戻るね。普通に戻るね。フィルムも手に入れたよな。フィルムをもう一度見るっていうのもありだな。ここ行けるね。となるとここに行ける。自分が賢いと思ってるんだろう。それでは救われない。え？これソニーの声？インベントリー空きなし。空きなし。なんかいる気がするんだけど。おう。海。ウィッチスティック、ウィッチスティック、相当優秀な武器だよね。超自然属性。I will not touch that is 何？クライス、クライスティクリスタルでも欲しい。怖怖。これのみ、これのみ、のみ。じゃあここまでにしようかな。戻るのはまた次回にしよう。ボス倒したしね。アクション結構楽しいぞ。なんか分かってくるとやっぱ楽しいな、ゲームって。ほら、意外といけるかもしれん。めちゃくちゃビビりかなと思ってたけど、意外と慣れてきた気がするんだよね。まあいいや、ちょっとこれにハマってまたいろいろ他のもやるかもしれんわ。まあとりあえずこれをやってみたいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。